はい、ピースケです。パワフルアプリやっていきたいと思います。ということで、ついにやってきました、ラオウとサウザーですね。これでキャラが一応揃うのかな、まあ、今後追加があるのかどうかちょっとわからないですけど、はい、とりあえずで、なんかラオウはもう強いっていう噂なので、でもサウザーも復活で変化キャラなんで、まあ闇のみたいな感じになるのかな、ポジション的には。うん、って感じで、どちらも欲しいですね。はい。で、ガチャ内容は一緒ですね。あの、トキとジャギの時と一緒で、最初 PR 確定、次 SR2 枚。で、バナーない、バナーのみ、バナーない、で、最後 PSR という感じでございます。写真超かっこいいんだよね。エースの風格、またはカイドウ。で、新カイドウあるので、多分まあ、今のところはカイドウ選ぶような感じかと思うんですけど、で、スタミナ休息。で、上限とかはないみたいですね。はい。で、サウザー。転生十字砲と、復活です。変化キャラの、いうの、です。って感じでいきましょう。まあ、ラオウは欲しいかな。まあ、両方しっかりもらえるといいんですけど、レッツゴー。1枚目来い。ダメか。ないですね。はい、サウザー。サウザーは金徳多いな。まあ、ピンチ左、打たれ強さ。まあ、上の方。って感じで。おい。サウザーだらけでございます。はい。サウザーだらけでございます。はい。って感じで、次は SR2 枚確定でございます。この2枚でね、バナーの2体を引けるとだいぶ違うんですけど、出やすい、安定しない。おお、なるほど、サウザー祭りになりそうな気がするけど、これは見たね。技術モナカで骨イベ20の、あ、タッグが強いテーブル、タッグ 100% ぐらいにはなるのかな。練習効果もついてる。はあはあはあ、結構強いかもね、やっぱり。顔のアップがすごい。ラオウです。一瞬、ラオウ。ああ、金徳3つだ、2人とも。怪盗怪物クリーティー。ああ、これはまあ知ってるわな。てか、よく考えたらね、能力は知ってんすよね。重戦車。まあ、試合とか出てきてるからね。なるほど、なるほど。はい、PR のラオウ。一瞬、PR。でも、バナー、結構出るね。はい、ということで、どっちか確定でございます。はい、安定すれば勝ち。とりあえずね、とりあえずいればなんとかな。おい、ラオで、何これ何これ、やば、何これ。え、ちょっと待って、やばいよねこれ、何これ。ちょっと待って、動揺を隠せない。何が起きたのこれ。で、骨イベ、あ、マントル向きだなこれ。マントル向きやな、完全に。で、スタミナがメインなので、完全にマントル向き。あ、両二人とも、固有の名前一緒だね。あ、違う、内容一緒だね。試合経験点の練習効果の、タグボの、筋力ボナの、あ、でも、あれか。骨イベはそんな高く、ん？あれ？あ、骨イベント、あー、なるほど。率だけだ。出すぎでしょ、これ。いや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 、知らん、知らんわ。何これ、どういうこと、やばいよね、これ。何これ。1、2、3、4、5。SR6 枚ってやばいよね。やば。はい、ということで。はい。ここで出てほしかったね。次、バナーのみです。はい。出すぎ。あ、よっしゃ、どっちか、どっちかもらえる。どっちかもらえる。すげえ出る。え？これ神ガチャやん。やば。で、どうなんの？あ、タグボか。PSR 出てもうた。すげえな。すげえな、嬉しい。ありがとうございます。からの？え？ちょっと待って、やばいでしょ、これ。俺、こんな引き初めてなんだけど。
これはやばい。今回やばい。え ?42 確定したやん、これで。はい。で、まだ50連目でしょ?出すぎなんだけど。ちょっと待って、よくわかんない。よくわかんないんだけど、どうしたらいいのこれ。え、出すぎなんだけど。何が起きてんのこれ。え、今回そんな出るの?意味がわからない。はい、最後確定でございます。じゃあ、サウザーをくれよ。え、やば。反転。しない。待って、ラオウがすごいことになってんだけど。2は確定でしょ、これで。はい、ということでございました。引くんだけど、普通に。普通に引くわ。ちょっと待ってくださいね。嘘。ラオウが3枚 PSR 出る。どういうこと?何?俺はどういう気持ちで、これを受け止めればいいわけ?やばいよね。何が起きたのこれ。とりあえず、ちょっと何枚出たか気になるので、もらっちゃいます。すげえな。ラオウピ、え?なんかすごすぎて受け止められないんだけど、何が起きてるの。サウザーもまあまあ出てるし、やば。ちょっと北斗やれってことかな。これ終わりか。終わりくさいっす。終わりくさいので、この辺もらっとこう。あ、エミリー。俺、エミリーね、一切解放しなかったんですよ。こんな感じです。すご。え、これはもう全部直掛けの方がいいよね。PR いないしね。じゃ、これ最後取っとくとして。やばいな、何それ。なんでサウザーここにいんだろうね、逆に。どうしよう。俺もう多分引かないからな。いってらっしゃいってことで、これでプラゴなったらもう神。1は確定。3いけばだいぶいい。嘘。はい、残念。で、ラオウさんですよ。あ、ここまでしか行けないのか。どうしよっかな。PR で確率を上げて、0.5% だよね。じゃあ、ラオウに全部、運を持ってかれろ。まあ、3は言ってくれ。2は確定。頼む!もう一丁!もう一丁!もう一丁!まあ、妥当。なので、試合経験では OK。ということでございました。で、リンちゃんも、あ、まあ、とりあえず3にはするか。3は確定したので、保有は解放できました。で、これがね、2段階取ってくれたらいいので、できたら、使いたいなっていう、ハゲ像でね、ちょっと行きたいなっていう感じでございます。
で、ラオウは45は行ったと。感じなので、早速使っていきたいと思います。ちょっとね、サウザーは解放があんま良くなかったんですけど。まあでも妥当な解放かな。これでサウザーも出たらだいぶ神だったんですけど。ヒカヌコビヌ、久しぶりに読んだらやっぱ面白いですね、北斗の拳は。はい。で、まあ試合経験点ないだけなので、まあ、投手だからなんとかなるか。はい、っていう感じでございました。北斗関係は、まあ、とりあえず一段落ですね。で、あとはまあ25周年の方がイベントありまして、まあチャージしっかりして125個もらって、多分最近のガチャなのかな、わかんないけど、25周年が、はい、もう来るので、しっかり備えて、いろいろ。で、北斗高校ね、多分なんか、人によっては強い SS8 ぐらいまで作った方いるみたいなので、ちょっと僕も、研究していきたいと思います。キャラはめっちゃ強そうなのでね。うん。頑張ろう。はい。ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。では皆さん、ピースな一日を。バイバイ。